こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今度お出かけしない？唐突だなレイム。どこに行きたいんだ？鬼怒川温泉に行きたいの。いいぜ。都心からも近いし、東部のスペーシアで個室で2時間。ゆったり行けるし最高だな。だがいいのか？食いしん坊のレイムにとっては、特別弁当が目当てじゃないのか？売店がなくなって、買えなくなったんじゃないのか？そんな弁当があったの？それが目的じゃないのか？違うわよ、誰が食いしん坊よ。なんか鬼怒川温泉の廃墟が話題になってたから、行ってみたいって思っただけよ。なんだ、弁当目的じゃないのか。って、廃墟が目的なのかよ。そうよ、オカルト体験を売りにして、一発当てて、まずは経済的に、マリサの支配下から脱出するのよ。ほほう、経済的脱出ね。いや、それじゃ、精神的には脱出しないってことか？ぐぬぬ。いずれは真の自由を手に入れるわ。ははは、楽しみにしているぜ。だが、廃墟の件は却下だな。なんでよ。さては経済的独立を阻むつもりね。違うぜ。霊夢のために言ってるんだ。廃墟と入っても、基本的には他人の土地や建物。もし勝手に入ると、不法侵入だ。このチャンネルで、犯罪を抑止しようって言ってるのに、自分が違法行為をしちゃいかんだろ。そうだったのね。ごめんマリサ。あなたの善意を、私への執着だと勘違いしちゃったわ。俺はそんなに、霊夢に執着心はないから大丈夫だ。あくまでチャンネルのためだからな。またまた。結構なツンデレね。うるさい、それに廃墟には危険が多い。特に夜は様々な危険が潜んでいる。こう言っても機関棒の霊夢は、勝手に行っちゃうかもしれないから、事件の話をしてやるよ。そんなバカじゃないけど、しょうがないから聞いてあげるわよ。そういうのがツンデレ、じゃないのか？まあいいや。今日解説するのは、坪野光線少女失踪事件だぜ。どんな事件なの？この事件は1996年に、富山県氷見市に住む19歳の女性2人が、失踪した事件なんだ。失踪って誘拐？拉致？いずれにしても穏やかではないわね。じゃ、解説お願いね。それではゆっくりしていってね。事の始まりは、1996年5月5日の夜、19歳の女性2人が家族に魚津市に、肝試しに行くと告げて外出したことから始まる。それぐらいの年齢の時って、怖いもの知らずなのよね。私も肝試しとかよくやったわ。友人のポケベルに今魚津市にいる、と、メッセージを送ったのを最後に、消息を絶つという事件が起きたんだ。ポケベルって懐かしいわ。現在のように携帯電話やスマホが、普及していなかった時代だからな。肝試しの目的地はどこだったのかしら？それが事件名にもなっている魚津市にある、坪野光線なんだ。光線に肝試しって、珍しいわね。坪野光線は、婦人病や皮膚病をはじめとした、様々な症状に効能があることで知られていて、山の中腹には6階建ての宿泊施設もあったんだぜ。観光スポットのような場所だったのね。しかし、その宿泊施設ホテル坪野は、1982年に倒産し、廃墟となってしまった。以後はこの建物が坪野光線、と称されている。なるほどね。廃墟といえば、心霊スポットのイメージが強いから、肝試しに行くというのは納得だわ。真偽は不明だが、ホテル坪野が倒産した後、ホテル坪野のオーナーが経営難億に自殺したとか、ホテル坪野光線に併設されているプールで、小学生が溺れ死んだという話が語られ、死亡した2人の幽霊が出るという噂が、流れていたらしいぜ。よくありがちな噂だけど、怖いわね。鳥肌が立ってきた。そんな噂もあって坪野光線には、富山県や近隣の県の若者たちが肝試しに訪れる、場所となっていったそうだ。今ネットで見てみたけど、北陸最強の心霊スポットとも言われているらしいわね。1980年代から1990年代にかけて数多くの心霊番組やオカルト番組で活躍した女性霊能力者が、この場所を訪れた際に強い危険を感じ、建物の中に入ることを拒否したという話もあるぜ。軽い気持ちで足を踏み入れることは、やめた方が良さそうな場所ね。でも行方不明となった女性2人、Y さんと T さんは肝試しをするために、坪野光線へ向かったんだ。Y さんは、懐中電灯を持って軽乗用車で外出し、友達の T さんは勤め先のスーパーで懐中電灯の電池と、ペンライトを買ったことがわかっている。準備万端ね。Y さんの車で住まいの氷見市を出発し、途中隣の射水市にある海王丸パーク、と呼ばれる、若者が集まる場所に立ち寄ったそうだ。足取りは結構わかっているのね。ああ。午後10時過ぎには、Y さんの軽自動車が国道8号を魚津市方面に向かって走り、ガソリンスタンドで給油したこともわかっている。順調に魚津市の坪野光線へ近づいていたのね。しかし、その後今、魚津市にいる、と、ポケベルのメッセージを友達に送ったのを最後に、連絡がぷっつり途絶えたわけだ。二人の身に一体、何が起きたのかしら。もしかして廃墟に住む亡霊の仕業で、何かよからぬことに巻き込まれたのかしら。Y さんと T さんは魚津市にいたことは、確認されているけど廃墟を訪れたかどうかまでは、分かっていないんだぜ。そうなのね。その後警察は事件と事故の両面で捜査を開始した。捜査にはヘリコプターまで導入されたが、女性二人の手がかりは全く得られなかったそうだ。事件と事故の両面ってどういうこと？警察は、当時の坪野高専が暴走族の、たまり場であったことから、事件に巻き込まれた可能性が大きいと考えたそうだ。暴走族のたまり場って物騒ね。廃墟は人目を忍びたい人にとって、絶好の場所なのかしら。坪野高専周辺は治安が悪化していた、という話もあって夏は肝試し目的の若者たちが、集まってくることが多かったけど、暴走族と肝試し目的の人間は、顔を合わせないようにうまく、折り合いをつけていたらしい。そこまでしても肝試しに挑むなんて、若さゆえね。警察の捜査は肝試し目的の女性二人が、暴走族と遭遇してしまいトラブルに巻き込まれた、可能性が高いと見て捜査を続けた。でも見つからなかったの？ああ。失踪当時運転していた乗用車さえも、発見されなかったぜ。だから、事故の可能性も視野に入れ、崖下など車が転落しそうな地点を捜索したそうだ。でも結局発見に至らなかったのね。まさか、肝試しに出かけた娘が、帰ってこないなんて、家族は思いもよらなかったでしょうね。ああ。一年間以上にわたる捜査と、捜索活動の甲斐なく二人が見つかることはなかった。何か糸口になりそうなものはなかったの？廃墟ビル周辺も捜索したそうだが、血痕や着衣など被害者の遺留品らしきものは、何も見つからなかったらしいぜ。それでは捜査も進まないわね。坪野高専少女失踪事件を知る人々の間では、女性たちは暴走族に殺されて埋められた。北朝鮮に拉致された、といった噂が囁かれ始め、坪野高専女性失踪事件は、現代の神隠し事件、とも呼ばれていたそうだ。本当に神隠しのように忽然と消えてしまったから、いずれも可能性としてはありそうね。霊夢。こういうこともあるから、基本的に危険には近づかないことだ。君子や陽気に近寄らず、だぜ。君子は陽気に近寄わす。って何？違う、中国のことわざで、徳のある立派な人は、分別があるから、危険なところには近づかないってことだ。わかったわ。得するためには、危ないことしちゃダメってことね。わかってて言ってるんだよな。えへ？ごめん。心配してくれてありがとう。もう廃墟に行きたいなんて言わないわ。しかし、そのまま行方不明なんて謎な事件だったわね。驚くな霊夢。この事件には、この後急展開が訪れるんだ。なになに？失踪から18年後の2014年12月下旬に、車が転落するのを目撃した人物がいる。という情報を富山県警が入手したんだ。18年も経ってそんな情報をつかむなんて、警察も諦めてたわけじゃなかったのね。そして2020年、証言をもとに捜索した結果、少女二人の遺体が発見されたんだ。最悪の結末を迎えてしまったのね。射水市にある富山新港の海底に、軽自動車が沈んでいるのが見つかり、車内から複数の人骨が発見された。DNA 型鑑定の結果、人骨は Y さんと T さんら二人のものと、特定したそうだ。死後20年以上が経過していたのよね。よく遺体を特定できたわね。実際は、年齢も性別も特定することが、できない状態だったらしい。そりゃ長年海底に沈んでいればそうなるわよね。でも発見された人骨について、富山県警は損傷が激しく、頭蓋骨や骨盤は、残っていなかったが、大腿骨の一部から検出された、DNA の鑑定結果や残された遺留品から、失踪した二人のものと特定された、と発表した。失踪から24年を経た後でも、遺留品は残っていたのね。その発見に繋がった、目撃証言についてもう少し教えてよ。ああ。1996年のゴールデンウィークに、海王丸パーク付近で車が転落するのを、目撃した人物がいる、という情報なんだ。海王丸パーク、は、廃墟に向かう途中で立ち寄ったって、言ってたわよね。そうだ。県警は、この情報をもとに調べを進め、目撃者の男性3人を特定したそうだ。そして彼らから得た証言は、運転席と助手席に乗っていた女性に声をかけようと近づいた際、車が後ろ向きに急発進し転落した、というものだった。ということは、単なる事故なのかしら？それはわからない。でも霊夢なら、そんな現場に遭遇したらどうする？すぐに通報するわよ。普通、転落の場面を目撃したら、そのまま放置なんてできないもの。しかし3人は転落の責任を問われることを恐れ、怖くなって立ち去った。通報はしなかった、と話したらしい。なんで、声をかけようとしただけで、転落の責任を問われることがあるの？転落の前に、女性二人が乗った車のドアを開けようとしていたらしいんだ。突然見知らぬ男性たちが、ドアを開けようとしてくるなんて、怖すぎるんだけど。だろ？時間帯も夜だしな。もしかしてナンパ目的で声をかけたのかしらね。それで突然ドアを開けられそうになったら女性たちは、怖くなって逃げようと思った可能性もありそう。それで急発進して車ごと転落した、というのが失踪の顛末なのかしら。証言を聞くとその可能性が高そうだよな。彼らの証言を疑わず、信じるならな。確かにね。その人たちが勝手に言ってるだけで、本当はわからないものね。ところで、女性たちは魚津市にいたのよね。ということは、再び海王丸パークのある意味寿司に、引き返したということかしら。魚津市にいるとポケベルで、メッセージを送ったのは午後10時過ぎだろ。仮に肝試しに行っていたとしたら、海王丸パークに再び着くのは深夜だ。そんな夜遅くに、海王丸パークに何か用事でもあったのかしら。魚津市の壺の高専に向かった女性二人が、なぜ海寿司の海王丸パークに、再び車を止めていたのかは疑問だ。二人の遺体と乗用車が発見された海寿司は、魚津市と二人の住居がある氷見市への通り道だから、というのはあるかもしれないけど。なるほど。二人はまっすぐ自宅がある、氷見市に戻っていれば事故で亡くなることも、なかったのかしら。どうだろうな。ことの真相を知っているであろう男性三人は、その答えを知っているかもしれないけどな。あと気になったんだけど、情報が寄せられてから、遺体が発見されるまでに、6年近い時間を費やしたのはなぜかしら。目撃者の特定に時間がかかっていたようだぜ。この事故、本当に事件性はないの？失踪して24年目になって、目撃者が証言し、その証言をもとに遺体が発見されたというのは、少し腑に落ちないわよ。それに事故の可能性が高いとはいえ、男性3人が目の前で、女性2人が溺死した可能性があるにもかかわらず、20年以上も警察に連絡せず、放置していたことは許せないよな。そのせいで真相の解明が遅れ、捜索活動は時間だけが過ぎていき、遺族は安否を心配し続けたんだしね。もしかして今なら時効が成立していると、踏んだとか？警察も、目撃者3人が女性たちに、声をかけようとしただけでなく、それ以上の何かがあったと考えたからこそ、目撃者を特定しその証言を得るまでに、6年近くの歳月をかけたんだと思うぜ。女性たちが車ごと海に転落したことを、20年以上も黙っていた理由についても、疑問を抱き、当然尋問も行ったはずだ。でも、目撃者の男性たちからそれ以上の証言は、きっと得られなかったんでしょうね。男性たちは何の罪にも問われないの？男性らの責任に関して、県警の担当者は、目撃者とされる者については複数回の聴取を行った。何らかの理由で車が海に転落したのは分かっているが、現時点では事件性を疑う状況は確認できない。今後必要に応じて捜査をしていく、と回答しているそうだ。必要に応じてってその時は来るのかしら？なんだか何もやらなさそうね。でも死因については現在も特定できていないから、そこは明らかになってほしいよな。難しいかもしれないけど。仮に殺人だったとしてもわからないなんて、犯人の逃げ得よね。長年未解決事件とされていた、壺の高専女性失踪事件は、最悪の結果で幕を下ろしたわけね。ところで2022年2月から公開されている、牛首村という映画があるんだけど知ってる？突然何？知らないけど。私は映画はネットフリックスで見る派なのよ。映画館で新作はここ数十年見てないわ。霊夢はインドアだもんな。パジャマにすっぴん姿で、一日中ソファでゴロゴロしながらお菓子を食べて、誰にも文句言われない中映画を楽しむって最高よ。まるで紐の女だな。部屋は布団を敷いたままだしね。褒めてるわけじゃないぞ。で、牛首村ってどういう映画なの？キムタクの娘のコウキが主演の映画なんだけど、この映画は壺の高専が舞台となっているんだぜ。え、そうなの？内容は、壺の高専の廃ホテルに行ったまま、行方不明となった女子高生を探すことから始まる、ホラー映画らしい。今回の事件をモチーフにしているのね。今でも壺の高専は、幽霊が出る、との噂が絶えないそうだが、現地で実際に撮影が行われたそうだ。心霊現象はあくまで噂かもしれないけど、亡くなっている人が出ていて、事件も闇の中な部分が多いのに、遺族の気持ちを逆なでしそうな気がするけど、事件を風化させないようにとはよく言うけど、こういう形は違う気がするわ。あまりにも長い間消息不明だったから、女性たちの家族も半分諦めていたのかもしれないけど、亡くなっていたことが明らかになって、きっと辛い思いをしたはずなのにな。しかも死因は不明という結果だものね。後期は出演してるだけだから罪はないけど。霊夢は基本美人に優しいよな。目の保養になるもの。逆にマリサは、美人な女性が鼻につくタイプでしょ。なんかそれ、私のイメージを下げようとしてないか？相手が綺麗すぎると嫉妬もなくなるもんよ。マリサは自分に自信があるのね。何の話だよ。とにかく発生して24年目になってようやく、女性たちの遺体が発見されたように、この先何年か経過した後に、残されている謎が解明されることを期待するわ。それを遺族も待ち望んでいる気がする。男性3人の証言については遺産の父親は、全く信用していません。3人が誰なのか知りません。警察に聞いたけど、それは教えられないと言われた、と語っている。被害者の身内でさえ、情報は提供されないのね。もっと捜査をしてらうように、警察へ訴えた方がいいんじゃない？父親は警察にそのように伝えたそうだけど、確たる証拠はないから、対応できないと言われたらしい。そんなの納得できないわね。父親は納得するも何も、もう過ぎたことやから、それでよしとせんとあかんのやって。娘はそれだけの人生だったんやなぁと語ったそうだ。なんだか虚しいわね。死人に口なしで3人の証言が全てなのよね。もし男性3人が女性たちを殺害していたとしても、その事実は闇に葬られるのね。ああ、事実でなくとも3人の証言が、事実となってしまうんだ。恐ろしいよな。もし巧妙に計画された事件で、今になって証言されたことも計画通りだとしたら、と思うと怖いわね。自分たちが声をかけたせいだ、彼女たちを死に追いやったのが、自分たちかもしれない、という罪悪感に押しつぶされそうになりながら、20年以上を過ごしていたのかもしれないけどな。その真相は男性たち本人にしかわからない。そうは言ってもこれまで、平然と生活してきたわけだし、そう考えると人間性を疑うわね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。そして、そのモンスターは一見、優しい顔をしているかもしれない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。よく、相手を観察して、危険な目に遭わないようにしようね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。